京ラジオ、今朝のニュースをお届けします。今日26日の関東地方は厳しい寒さ。7時現在で東京都心は氷点下を観測しています。昨日の同じ時間に比べて約4度低く、空気の冷たさが身に染みる一日となりそうです。また関東地方は昨夜から今朝にかけて山沿いを中心に雪が積もりました。埼玉県、東京多摩、神奈川県多摩。昨日引っ越してきたの、江口です。江口美春、703の中野です。703なのは知ってる。あ、名前は下の名前まどかです。どういう近くの漢字？丸いお日様。へえ。私は未明って書くんだ。未だ明けず夜明け前。来月も引き続き外出制限を継続することを発表しました。これで日本での外出制限は3ヶ月目を迎えます。先月から集合住宅を中心に外出制限監視システムが導入されましたが、今後会いたい。私も。隣にいるのに。本当だよね。ベランダで会ったらダメ？やだよ、病気になっちゃう。なんでそういうとこは真面目なの？一生このままじゃないんだし。一生このままだったら？ネガティブやめな。ベランダ伝っていく。なんか今ここで頑張らなきゃダメになっちゃう気がするんだよね。私たちダメになるの？違くて。付き合ってるって何？あ、私は夜で、まどかは昼だねって、美晴は笑った。でも、美晴の方が昼で、私の方が夜みたいだなと思った。私たちは真逆のようでいて、一つながりだ。つけられた名前とは、真逆の人間になるんだって、まどかは言ってた。それでもまどかは私にとっての太陽だし、私はいつまでも朝が